真田大輔は魔界軍の勢力を個別にサクサクを進言する。その命を受け、新選組土方歳三は風の里に逃げ込んだ黒魔術軍名古屋三三郎を襲撃する。窮地を救ったのは高山右近であった。一方、葵を我が物にしようとする大輔の前に立ちはだかる佐助。大輔に命じられ、佐助は小助と戦うが敗れる。鶴姫は爽快の浜の外れで道次と合流するが、そこを冥界軍島左近と道三に襲われる。道三を倒す者の左近に道主を奪われる。魔界衆にお犬として戻った犬坂家乃はカッパをそそのかし馬頭を刺す。満を持して冥界軍は風の里に侵攻する。圧倒的な戦力不足の中戦う魔界軍。住友が敵の刃に倒れ、絶体絶命の危機を右近三三郎が救う。その頃、六門陣から逃げ出した葵は小助の追撃を末高房と俵の淘汰によって救われるのであった。